早いですけど、体験始めようかと思います。幹事です。少し早いですが、二次会の会見を始めます。あ、すみません、ありがとうございます。今回の会見のまず冒頭、そちらの方からご説明いただければと思います。はい、皆さんこんにちは。もう皆さん方の顔ぶれも新しくなった方がいらっしゃって、会社の方もいらっしゃって、森友事件というんですかね、森友学園事件ということの真実というか実態というものをあまりご存じない方々もいらっしゃるので、ちょうどいい機会になりましたので、この私の刑事事件、サステムの補助金事件、あるいは刑事、大阪補助金事件の第5、高等裁判所の第5刑事部に出した最終陳述書を皆さん方にお渡ししました。これにはこの後ろの方にきちっとこの皆さん方を勉強しやすいようにですね、時系列表を入れてます。これをしっかりと読んでいただいて、そしてどういうふうな系列になってたのか、そして赤木さんがどの辺で各関与してきたのかとか、すべてこれを見ればわかると思います。そうすると森友事件のバックヤードがわかるということですから、皆さん方の方でも非常に勉強しようがあるんじゃないかなというふうに思います。で、この最終陳述書についてはまた後でお話しますので、今日は、私が、森友学園の理事長に復帰したというふうなことの記者会見でございます。このご挨拶文にも書いてありますように、私が平成29年3月10日に森友学園の理事長を辞任いたしましたのは、大阪府とその当時の森友学園の弁護士だった坂井康夫さんによって仕組まれたものだったということを今お伝えしておきます。そして、その時には、弁護士の辞任をちらつかせて私に理事長を辞めろというふうに、言って押し切られる形で理事長を辞任したと。その理事長の辞任をした理由というのは、小学校を開校できなかったということが大きな理由でありました。ですから決してサステナブル補助金とか大阪補助金とかなんか、そういうようないやらしい事件で私が辞任したということは全くありません。ここに書いてありますように、坂井康夫弁護士と藤原工業の社長、藤原浩一社長、これは、建築を頼んでおった人間ですけども、そこの資金繰りが悪くなって小学校の建設工事が不可能になった。すなわち小学校ができない、小学校ができないということは、その年に、4月1日には小学校を開校しないといけなかったのにできないということは大変なことになると、もう土地も取り上げられるしという近畿財務局との契約がありましたんで、で私はそのもうできないんだったらこれはもう自分にしないといけないな、子供さんも入ってくるから、入学する子供さんにご迷惑かかったらいかんから、早めにもう認可適当認可を取り下げないといけないということで取り下げまして、私は辞任をしたわけですね、責任を取るために。ところが私が辞任したを迫った坂井康夫弁護士は3日後に顧問弁護士を辞めた。それは辞めた理由は、ここにいます前理事長になりますけども、川越家、ちなみに前理事長は証拠隠滅を頼んできたんだということで、辞めたということを言い切って、それをここの司法記者クラブの方に文書も渡して、それが、新聞にもなったということがありました。その後、森友学園と私たち川越家夫婦に対する報道合戦が始まって、いろいろなバッシングが加熱して、その中で私たちの夫婦の逮捕起訴、ここには書いておりませんが300日間の拘留がありまして、森友学園の民事再生の手続き中での違法行為が横行して、今の引田清さんという犯罪人、そして段順子さんという犯罪人代理人に基づく違法行為が横行して、結果的に
私の後任であった籠池智奈美前理事長には大変な苦労をかけて、いろいろ健康的な問題を生じることになりましたので、今回私が、また理事長に復帰するということになります。で、ここで2枚目に重要なことを書いておりますので、昨年藤原工業との訴訟で、訴訟した、いわゆる資金もないのに藤原工業に契約を頼んだじゃないかということの訴訟でしたけども、これは言われもない訴訟でありましたけども、法廷で勝訴した。で、今年になりまして酒井康夫で、弁護士、いわゆる顧問弁護士との訴訟でも私は勝訴しました。だから籠池智奈美さんが、証拠隠滅をしてくれと言ったということについては、裁判所の方でそんな事実もないね、そういうバカなことをどうして言ったんですかということで、その担当弁護士に対してクレームをつけたという状態がありましたですね。そして不誠実な態度が裁判所でも糾弾されました。森友事件についての客観的な調査の進み、国有地や、埋蔵物の問題、アスベストの問題もクローズアップされました。学園以外ではいわゆる赤木ファイルが注目され、近畿財務局の元職員赤木徳正さんが、近畿財務局が森友学園を厚遇した事実はないと命を懸けて叫んでくださいました。現在進行中の刑事裁判でも私たちの言い分の正当性を裁判所は冷静に耳を傾けてくださり、無罪を確信したからです。私はそういうふうな思いで森友学園に復帰した、理事長に復帰したということであります。さらに森友学園の民事再生に見て見ぬふりができない状況が起きていることも原因しています。木田教一関西に弁護士が、違憲不当な救援願いを学園理事会や教職員を無視して、大阪地方裁判所第6民事部に出し、令和3年1月の5日、翌日に許可され、大阪府を巻き込んだ重大な問題に発展しています。学園民事再生は私が理事長を退いてから始まったものですが、当初から債権額の改ざん、債権者、いわゆる国土交通省、藤原工業、大阪府、りそな銀行は、不法原因給付に当たるもので認められないものでありました。何度もあったホワイトナイトを吉田関西には認めず、民事再生を終結させなかった。あ、ホワイトナイトって分かりますかね、皆さん。大丈夫ですね。はい。白馬の騎士だけど、いわゆるこの資金を学園に、調達していただいて、そして民事再生を完了しますという方ですよね。ホワイトナイトを認めず民事再生終結をさせなかった全館注意義務違反、再建計画には5年後を目途に子ども園化することを書いてあったにもそれをせず、財産の切り売りにのみ終始して、十分な資産と園児保護者が在園し教職員が勤務する中で休園を裁判所が許可したことは日本国憲法第20条、26条、27条違反でありましたということでございます。で、まずは、子ども園化を5年後、いわゆる平成3年のいわゆる1月以降に子ども園化しますということを大阪市に、申し出ますと子ども園になりまして、そうするとこれだけたくさんの待機児童がいる中で森友学園には、たくさんのですね、資金が流入してきた。それを流入してきたにもかかわらず、それを子ども園化するのを嫌がって、救援届出を願いを第六民事部に出したんだということなんですね。もうまさに、民事再生の背任、特別背任に当たるということであります。で、引き出しは関係方面に閉園をしたと公言し、関係方面に救援を、大阪府に出したにもかかわらず閉園したと公言し、令和3年7月10日第6民事部は不動産明け渡し断行仮処分まで認め、引き出しは警察官、執行官、引き出し配下の者総勢30人で森友学園を急襲し、2人の女子教職員を駆除暴行殺人未遂を行い、1ヶ月の重傷を負わせた上、園外に放り投げて何食わぬ顔で退出したのであります。同じく9月23日株式会社ホームズに森友学園の土地建物を売却し、りそな銀行の担保を外すために
彼らについていた別預金債務、いわゆる民事再生で別預金債務としてりそな銀行に2億5000万円が認められてましたけども、それに1億円を上乗せして3億5000万円としてそれ、協力させました。それは、担保権を外したということです。さらには森友学園を歴史から抹殺するため解体をしてしまったということであります。引田清志管財人と段順子管財人代理のしたことは民事再生における特別背任、背任であります。もう一つ、日本内外の状況に危機感を覚えたこともあります。コロナ禍による人心の荒廃、ロシアによるウクライナへの侵攻はこのままでは日本国を危ういと感じたことも背景にあります。国の基本は教育にあり、特に幼児教育の重要性を改めて痛感し、自分の使命を果たすことは神とのミッションと感じたからです。私が再度理事長に就任することに迷いがありましたが、横におられる目なみで聞く弁護士先生のご指導と ご激励もあり、頑張ることといたしました。籠池千奈美前理事長はこの3年間無給で激務を頑張ってくださいました。もう民事再生になりましたら給料入りませんですからね、全く。特に令和3年の4月1日以降は全く何にもなく、よく頑張っていただきました。その間、心ない嫌がらせも受けましたが、よく使命を果たしてくれましたが、度重なるストレスから体調を崩し静養を余儀なくされました。私も父親として家族にこれ以上の負担をかけられないこと、自分が前面に出ることで少しでも家族へ負担を減らしたく思った次第であります。ちなみに前理事長には今までの無償の献身に心が感謝と敬意を表します。今後は私が全面的に森友学園の再建の指揮を取ります。塚本幼稚園は取り返し解体され、現在現状回復の裁判中ですが、必ず再建再生できると信じております。在園中の園児の皆さん、保護者の皆様はもとより、卒業生や卒業生の保護者の皆様、森友学園の理念や教育方針を支持してくださる多くの皆様におかれましては、何とぞ森友学園に対して変わらぬご支援とご鞭撻のほどお願い申し上げます。またちなみに前理事長には私の突然の辞任により、理事長という慣れない仕事を急に押し付けることになり、結果として体調を崩すに至ったことを親として前任者として本当に申し訳なく思います。今後は静養に努め、回復しましたら復帰いたしますが、それまでは森友学園の役所から離れることになります。メディアの皆様におかれましても、それまでの間静かに温かく見守ってくださるようお願い申し上げます。さらに付け加えますと、森友学園塚本幼稚園は違法な休園後も、不動産明け渡し断行仮処分の後も、教職員による自主運営が続けられ、現在に至っています。森友に対しては何をしても世間から指断されないと鷹をくくった彼らの保身と栄達のために犠牲になるわけにはいかないと認識しております。以上、簡単ですが籠池康の森友学園理事長就任の挨拶をさせていただきますということでございます。もう読み上げたみたいになりましたけれども、本当に、もう私が理事長に再度戻り、令和じゃなくて平成29年の3月の段階、いわゆる承認喚問が終わった段階の時点に時計を戻す、そこから自分が何をしていくのか、今まで封印されてきた事柄も森友学園理事長という公職の立場から皆さんたちにも訴えていきたいというふうに認識しております。では私の方から弁護士の南出の方から、ちょっと説明させていただきます。今